願いします。しっぽさんです。初めての方も初めてじゃない方もしっぽと申します。よろしくお願いいたします。違うよね。もうということで今日は全部オリジナルでいきます。1曲目が、虹のようにという曲です。ピンでやるのが13年ぶりなんですよね。で、ありがとう。ただいま。来年はないよ。もう体力的に無理だからね。来年も持ってきて。無理だ。体感辛いんだよ。ということで、で13年前ピンでやった時は本当にひどくて、もうむちゃくちゃで、もう譜面は飛ぶわ、外だったんですね、その時は。で、外で、まあ、譜面は飛ぶわ、歌詞は飛ぶわ、もういろいろむちゃくちゃだったんですけど。
その時に多分やったかな、アゲインというオリジナル曲を。
つもはね、宗像にあるオフコースっていうお店で週に1回、毎週木曜日8時からライブがあってて、フリーライブなんですけど、そこでやらかすとですね、喫茶店とかで呼ばれるあのチンっていうベルがあると思うんですけど、そう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 、それがですね、やらかすと鳴るんですよ。ということで、今日は音楽やってる友達レジが、チン本体がないけれどアプリのチンを持ってきてるところなので、やらかせないんですよ。じゃあ次は猫とボックスを決めてみる。
きたのか白い冷え切った夜僕を優しく温めてくれた終わり続くと信じた未来は君と歩き続ける明日ずぶとくなっていくんですよね。ということで最後の曲ですね、最後の曲は歌うことという曲です。5分前って出たでしょ。Yeah.
もしも歌っていなければ伝える術もわからない。はい、ありがとうございました。失礼でした。